よっしゃよっしゃラストだおおおあとは写真で暴れ倒すだけです。みんなを解放できるようなステージを入りましょう。楽しみライブしましょう。じゃあファイナルいくぞ。おがなんか現実のような現実じゃないような、ほんとなんかどこかこうちょっと夢の中にいるような不思議な気持ちになりながら、でも確かなこう熱量と愛をすごく受け取ったので、本当にそういう意味でもかけがえのない夢のような時間でした。